フランク・ミラーフランク・ミラーは、アメリカのコミックライター兼アーティストであり、デア・デビルシリーズ、バット・マン、ダーク・ナイト・リターンズ、シン・シティシリーズ等のアメリカンコミック、グラフィック・ノベルの原作者。アラン・ブーアと並び現代最高のライターとの呼び声も高い。また、2005年には自作の映画化作品、シン・シティによって映画監督デビューを果たしている。 映画監督としての最新作は2008年公開のザ・スピリットであり、初の単独監督作品でもある。アイルランド系のカトリック教徒。1979年にマーベルコミックスでデビュー。1980年にデアデビルのアーティストに就任し、シリーズ中盤からはライターも兼任するようになる。そのハードボイルドに徹したストーリーとアートは多くの読者を魅了し、 一躍人気アーティストの一員となった。また、本作に登場する人気キャラクターで、後に映画化もされたエレクトラの生みの親でもある。1983年には DC コミックスにて、フランスのメビウスらの影響を受けた斬新なアートによる SF 時代劇、浪人を発表し話題を集める。そして、1986年に発表した、バッドマン ダークナイト・リターンズにおいて、アメリカンコミックのスーパーヒーローものを現代的な視点で描き、アメコミの改革の足がかりを作った。ダークナイト・リターンズとアランウーアのウォッチ面の出現によって、それまでのアメコミに一般的であった善悪二元論が見直され、コミックが大人も楽しめるものに変わっていったとされる。本作は、翌年に発表したバットマン、イヤーワンともに、 後のバットマンシリーズに多大な影響を与えた。1991年からはダークホースコミックでオリジナル作品シンシティシリーズの連載を開始、新たな代表作として評価を得る。1998年には紀元前480年のテルモピュライの戦いを題材にしたオリジナルストーリー300-300を発表。翌年のアイズナー賞において、 最優秀、リミテッドシリーズ、最優秀、ライター、アーティスト、最優秀カラリストの主要3章を独占した。2001年には、バットマン、ダークナイトリターンズの続編となる、バットマン、ダークナイトストライクスアゲインを15年ぶりに発表し、大きな話題を呼んだ。2005年からは、人気アーティストのジムリーと組んだ新シリーズ、オールスターバットマンロビンザ・ボーイ・ワンダーを、 展開している。2006年にバットマンとアルカイダが戦うホーリーテラーバットマンの制作を発表したが、2011年にバットマンとは直接関係がないホーリーテラーとして発売された。ハードボイルドなセリフ回しとストーリー、緻密でリアリティのある心理描写と骨太な画風が主な特徴。1990年に ロボコップ2の脚本を依頼されてハリウッドに招かれたが脚本は他の脚本家によって手が加えられ完成した映画はミラー本人が見てもわけがわからなかったというロボコップ3での仕事以降はデアデビルの仮面を出演を除けば映画制作に直接関わることはなかったが2005年に原作の大ファンだというロバート・ロドリゲス監督がシシンシティの映画化に際して 共同監督を依頼してきたのである。すでに10年以上も前から映画化の話を断り続けてきたミラーはこのオファーも断った。しかし、ロドリゲス監督の熱望で彼がテスト映像として撮影したジョシュ・ハートネットとマーリー・シェルトンの登場するアバンタイトルを見せたところ依頼を快諾したという。なお、ロボコップに、ロボコップ3、デアデビル、シンシティに仮名を出演している。 また、2008年公開のザ・スピリットでミラーは監督を務めており、単独で監督を務めたのは本作が初となる。これはミラーが少年時代に影響を受けた近代アメリカンコミックの先駆者、ビル・アイズナーが1940年に発表したハードボイルド作品であり、ミラーは警官役で出演もしている。ありがとうございます。